久保建英に怪我させたカリスがまさかの久保ファン煽り投稿で大炎上。アルカラスの SNS には大量の日本語批判コメントも。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。現地12月20日に行われたラリーガ第18節カディス対レアルソシエダ戦は、久保選手が相手ミッドフィルダーアルカラスから暴行行為を受けて負傷し、後味の悪い試合となってしまいましたよね。その後久保選手の怪我の具合は検査待ちの状況ですが、 SNS ではアルカラスのインスタグラムに対し日本語などによる大量の批判コメントが殺到。そして逆にカディスの日本公式 X が久保ファンを煽るようなツイートをし、こちらも大炎上となっているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。まさかの投稿が炎上している。周知の通り、レアルソシエダの久保建英は12月21日に行われたラリーガ第18節のカリス戦で暴力的なファウルを受けた。久保本人も激高したアルカラスの蛮行について批判の声が上がる中、物議を醸しているのがカディスの日本版公式 X の投稿だ。久保とカディスのフォワードクリス・ラモスの顔写真を切り取って使用し、大丈夫久保さん、だけどみんなはラモスの方が優れていると知っていますと綴った投稿を試合後にリポストしたのだ。このポストには下記のような批判の声がひっきりなしに寄せられている。全然面白くない、わけわからん。これ公式なの、チームとして終わってるんだね。そりゃ選手がひどいのも納得。日本語公式でこういうポストできる神経疑うわ。試合前のツイートは全然構わないけど、終わってからわざわざ自分でリツイートは信じられません。普通にありえない、カディスは応援できない。なんだ煽ってんのか。公式でこんなのを上げてるとはどうしようもない。まともなチームじゃないね。スポーツマンシップのかけらもないな。本当に恥ずかしいチーム。カディスは日本のサッカーファミリーを敵に回した。胸クソ悪い、フォロー止めました。煽りまくるの草、やばすぎるね。すっかり不評を買ってしまったようだ。このようになっています。確認してみたところ、カディス日本公式 X がこのツイートをしたのは12月22日0時36分と試合開始前の時間ですが、このツイートを試合後にリツイートしており、試合前の大丈夫久保さんの分は久保選手よりカディスフォワードの方が優れていると表現したかったのでしょうが、試合後のリツイートによってこの文を読む側の捉え方が全く変わってしまったのではないでしょうか。読む側からすると、大丈夫久保さんと心の中で勝手にクエスチョンマークをつけて久保選手の怪我を心配しているような意味に捉えながら、だけどみんなはの文で久保選手が揶揄された、そう解釈してしまったのかもしれません。そもそもこのツイートの内容自体、特にユーモアもセンスも感じることができず、試合後のリツイートで結局何を表現したかったのか正直よくわからないツイートとなっていますね。注目を浴びて X のフォロワーを増やそうとしたとしても、なんだか逆効果のようにも感じてしまいます。では次に、久保選手に怪我を負わせる蛮行を行ったルベン・アルカラスの SNS も大荒れのようですので、そちらについても見ていきましょう。記事はトースポウェブから。スペイン一部カディスに所属するスペイン人ミッドフィルダー、ルベン・アルカラス、32のインスタグラムが炎上してしまった。理由はもちろん、21日のホームレアルソシエダード戦で日本代表ミッドフィルダー久保建英、22にパンチを見舞い投げ飛ばす暴力行為をやらかしたことだ。ネット上にはアルカラスに対する批判の声が殺到しているが、中には直接攻撃を仕掛ける者も。同選手のインスタグラムには普段は絶対に見られない日本語の書き込みが激増したのだ。もしかして暴力しないと止められない。三流サッカー選手、最低の選手。32歳にもなってあんなラフプレーするとは恥ずかしいと思えよ。突如として翻訳しないとわからない言語の書き込みが激増した中、アルカラスは何を思うのか。このようになっています。
私の方でもアルカラスのインスタグラムを確認してみましたが、ソシエダ戦後の投稿に対して5000を超えるコメントが寄せられ、ざっくり7割くらいが日本語による批判の書き込みのように見えます。中にはハングルや英語、スペイン語で同選手を批判するコメントもあるようです。正直なところ、こういった選手が SNS に批判コメントを書き込まれるのは立場上仕方ないだろうなと感じますが、ただちょっと残念だったのは、この選手にはお子さんがいるようで、自分の子供にあの行為を見せられるのか的な本人の行為とは関係ないことを持ち出して批判するコメントが結構あったことです。批判するのであれば、本人または彼の行動に対してダイレクトに批判してほしいな、そう感じてしまいました。今までカディスというチームに対して特に思い入れもなく、一部と二部を行き来しているチームといった印象しかありませんでしたが、今回の件でこのチームの名前が悪い意味で深く刻まれる形となってしまいました。もちろん選手たちは生活や人生をかけて全力で戦っているため、他にも荒っぽいプレーをする選手はいるわけですが、応援している選手がそういった行為を受けるとやはり腹立たしいものですね。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。